はい、どうも、ガンナオチャンネルガンプラ大好きダンサーナオトです。はい、今日はですね、まあいつものごとく How to っていうわけではないんですけど、ガンプラのですね、水転車デカールの貼り方、まあ僕なりの貼り方をですね、動画にしとこうかなと思って今撮っております。はい、で今進めてるこちらはサザビーのですね、シールド部分ですね。はい、こちらまだあのデカールとか貼ってない状態なんですが、こちらにねデカールを貼っていこうかなと思います。はい、で使うのが、こちら、ミスターマークソフターですね。はい、こちらの方をね使っていこうと思います。ちょっとね慣れるまでね、あの難しいかもなんですが、慣れちゃうとねすごくあの楽しいので、こちら、はい、こちら使っていこうと思っております。ではですね、もう事前に貼りたいデカールは1個切ってあるんですが、ちょっと小さくて見えないけど、こちらちょっとねこれで、はい、こちらのデカールをね、はい、見えないと思いますけど貼っていこうと思います。シールドのこの部分ですね、はい、この部分に貼りたいなと思っております。じゃあまずはですね、デカールを水に浸します。はい、こちら、紙コップに入れてる水です。まあ大体僕は、まあ5秒から10秒ぐらい、まあつけて放置しとくって感じですね。はい、こちらキッチンペーパーの上で放置しときます。はい、でこの放置してる間にこのマークソフターを貼りたい場所に、塗ります。はい、たくさん塗らない方がいいです。本当にふにゃふにゃになっちゃうんで、ちょっとこのもんかな。はい、これぐらいでいいかな。はい、ちょっとですね、でですね、まあいろいろ人それぞれやり方はあると思うんですが、僕はねいつもこの筆を使います。平筆ですね。はい、こちらでまあこう、デカールをねスライドさせたり、押さえつけたりします。はい、であとこう柔らかくなるんで、結構ソフター使うと、なんでこちらでねこう平らにねこう綺麗にねしていくのに非常に筆が便利かなと思います。はい、綿棒とかだとなんかくっついちゃったりよくするんで。はい、でですね、事前にですねこの筆なんですけど、ちょっとこう水分ねこう水につけて、キッチンペーパーなんかでねこうちょっと水分を絞っとくぐらいにしとく方が、あのくっつかなくていいと思います。はい、僕はいつもそうしてるんですが、さあそろっと大丈夫かな。はい、でカールが動きます。そしたらもう僕はいつもこうピンセットでも取っちゃうんですけど、はい、これで置きます。はい、置いたらですね、あんまり長く浸すとね、本当にふにゃふにゃになっちゃうんで、だいたい位置をこう決めまして、筆で優しくソフターの水分を取っていきます。はい、結構こう緊張する瞬間ですね。はい、あんまり本当力強くしない方がいいです。毛先で軽くするぐらいの気持ちでするのが一番いいと思います。で、こうシワを伸ばすように、ほんと毛先で軽く、あんま力入れて押しちゃうとデカールのね形がほんと変わっちゃったりするんで、気をつけとくといいと思います。すごいふにゃふにゃになる。もうほんと一瞬で柔らかくなるんで、あんまりね浸さない方がいいかと思います。時間を置かない方が。よいしょ、はい、いい感じで貼れたぞ。綺麗に切った。はい、こんな感じですね。見えるでしょうか。はい、
こんな感じでデカールを貼っていきます。はい。まあ、他の部分もね、やり方自体は同じなんで、もう、貼り終わった形を写真でね、載せとこうかなと思うんですが、とりあえず僕の、デカールのこの貼り方はね、こんな感じでやっております。はい。もしね、まだこうね、始めたての人とかの参考になったらね、いいかなと思います。はい。またね、ガンプラ動画も、思いついたら上げていこうと思いますんで、もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それじゃまたね、バイバーイ、ありがとう。